生姜とミンチの炊き込みご飯を作ります。まず 20g の生姜を千切りにしていきます。研いで水につけておいたお米1合の中に、だしが小さじ2分の1、日本酒大さじ1、砂糖大さじ1、醤油、大さじ 1.5、合いびきミンチ 100g、干し椎茸適量を加えていきます。材料が入ったら炊飯器に入れて炊くだけです。炊き上がったら、ミンチが固まっているところなどがあるのでよくかき混ぜます。そこにおこげなどができていてとても美味しく出来上がります。お皿に盛り付けるとき、お好みで刻みのりやごまを振りかけて出来上がりです。